お薬手帳アプリポッペ。お薬手帳をスマホで持ち歩きませんか？薬の待ち時間も短く、安心、なくさない、忘れない。アプリから簡単に薬剤師に健康相談。ぜひアプリをダウンロードしてくださいね。私は健康を持ち歩くスマホで使える無料のお薬手帳アプリほっぺ。本日はですね、 YNT インソール工房代表の山本義文さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日はありがとうございます。せーの、ほっぺ。なんですか、足がやっぱり運動とかの起点になるわけじゃないですか、うん、はい、パラリンピックみたいな、うん、その体に ね、ちょっと障害のある、ね、まあ、そのあたりもなんかすごくお勉強してらっしゃって詳しいってことなんで、ちょっとお聞かせいただけたらなぁ、はい、ありがとうございます、はい、思います。じゃあまず、うん、いや早乙女里奈さん、はい、パラリンピックってどういう経緯から歴史が始まったっていうのは思います？へー、オリンピックが先なのかパラリンピックが先なのかも分かってない。なるほ ど、 なんですけど。パラリンピックは意外と最近なんですよね、うんうん、第二次世界大戦の話からが開始になってます、うん、で実はこれパラリンピックってリハビリを目的とした、うん、スポーツの競技っていうことで病院から始まったっていうふうに言われてます、うん、そうなんですね。で脊髄損傷の患者様の、まあ、兵隊さんが、まあ、戦場で傷ついて脊髄損傷になって、うん、でそれの、まあ、復帰、まあ、なおさら活力の、復活のためにアーチェリーから始まった、うん、これ16名の方から始まったっていうのが起源らしいですよね。アーチェリーから16名かららしいです。でそれが、どん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 広がっていって、今はもう一つのオリンピックみたいな形で取り入れられてる。でもこれなんでこうなったのかっていうのは、やっぱりその障害を持った方たちからの情熱っていうところがどん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 広がっていったっていうことは書いてましたね。国際パラリンピック協会っていうのが定めてる価値っていうのが4つ挙げられてるらしいんですよ、はい。一つが勇気。勇気で、これがマイナスの感情に、うん、向かい合い乗り越えようとする力。うんうんうん、二つ目、強い意志。強い意志で、困難があっても諦めずに限界を、うん、突破しようとする力。うん、で三つ目、インスピレーションですね。人の心を揺さぶり駆り立てる力。さっきの情熱でも間違ってなかったですよね。情熱っていう、正解、すごい、さすが由美さん。そして最後、公平っていうところですね、うん、多様性を認め創意工夫をすれば誰もが同じスタートラインに立てますよっていうのがなっております。この4つが、パラリンピックの価値というふうに言われてます、うん、そういう意味だと、その今の社会の人って普通の僕たち健康に動ける人たちっていうのも情熱を持ってどれだけの人が生きているのかな、確かにっていうのはちょっと思いますよね。パラリンピックのパッション、パッション、ね、早乙女さんとかもパッションの塊みたいな人ですからですし、大丈夫だと思うんですけども、パッションですね、うん、なんかそういったところをパラリンピックを見ていく中で、うん、どういった思いで障害を持ってても、多分障害って思ってないんじゃないかなって、うん、 そうですよね、それを逆にプラスにやっぱり転換して、うん、どん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 トップに持っていってる。特に日本ってパラリンピックってすごいいい成績残してる方、うん、そうですよね、多いですから、本当にそういったものだけ自分がひょっとしたら、まあ、劣等感とか、 なんか、ね、うん、ネガティブなものを持ってるって思っても、実はそれ見方変えたらポジティブに持っていけるんですよ。あとはそういった方たちが一生懸命やってる情熱とかを思い描いて見ていくと、またパラリンピックと見方って変わってくるんじゃないかな。そうです、深いですね、ゆうびさん。深いですね、一人一人にね、うん、そのある歴史っていうか過去っていうのがやっぱり生まれ持っての障害の方もいらっしゃれば、うん、途中でもともとは健常で生まれて、うん、事故とか怪我とかで、うん、障害者っていう形になられて、うん、なんていうか失意になって、うん、でそこからまた競技に目覚めてっていう風な、うん、なんかこうストーリーを聞くとより深まるような感じがしますね、うん、深まると思いますし、やっぱり一生懸命頑張ってる人って、うん、周りの目線って気にしてなくて本当に一生懸命頑張ってる、すごいですよ。でもそれって僕たちって周りの目線ってやっぱり気になりながら生きてるじゃないですか、うんうんうん、だから本当に陸上競技でも、うん、その義足で走ってらっしゃる人とか見たら、うん、全然私たち早いっていう、早いし体も綺麗だし、うん、筋肉とかね、
すごいな。ゆみさんから見てもその目線で見てもやっぱ綺麗だなって。綺麗です、やっぱり。力はちょっとなんていうんですか、あのバランスが取れるようにあのやっていかないと、そうそうそう、健常な足と義足のところとのバランスが取れるように走っていかないと、やっぱりちょっとなんていうの、傾いちゃったりとかしちゃうから、やっぱりそのあたりはね、いつもこう見ながら、おー綺麗な筋肉してるとか、体の使い方上手とか、骨格綺麗に動いてるわとか、ちょっと見方がちょっと変ですけど、そうやって見てます。骨格ね、もう専門的な感じで見られるってことですよね。はい、常にこう骨格骨格。だから千差万別じゃないですか。健常な人だったらみんな同じだけれども、パラリンピックの方たちってその重度の、あの障害の、あの何、障害の重さっていうのかな、それによって体の使い方ってみんな千差万別だから、ね、その人に合ったやり方っていうのがもうもっとなんていうか、あの普通 の, パあのオリンピックよりもこう細かくなんかねされてる感じがする、うんうん、いやなんか今日4つのことをね知れたので、なんかこうそれを知ってみるのとまたね、知らなくて見るのって全然違うと思うので、勇気、ね、やっぱり勇気やパッション、うん、 そ, うね、そういうのを持ってね、最後の公平っていうのもびっくりしました。公平も良かった、うん、そうですね、まあ、リハビリも、まあ、僕もそういった仕事に関わってたこともあったので、うん、やっぱりでもその障害っていう、果たしてどこが障害なのか、そうですね、確かにっていうのもあるし、うん、絶対にその日常生活を生活していく上で階段とか段差が障害になる、うん、でもそれを登っていく練習をすることで筋力ついて日常の生活に戻っていくっていうのもあるので、まあそのあえてその便利になりすぎるのも良くないところはありますよね。あるのかな、リハビリのところであえてそうやって坂を登らせるっていうふうにね、筋力つけていくっていうのもあったりするから、そういう意味ではなんか健常な人よりもパラアスリートの方たちの方が精神的になんかこうタフタフタフですよね。うん、やっぱりエレベーターとか探しちゃいますもん、うん、あーちょっとなんか帰エスカレーターあるかなとかエレベーターあるかなとかついついこう階段っていうものを忘れて探しちゃいますもんね。いや、私は探さない。さすがです、さすがです、さすがですよ。ボディの違いがね、ここで出てきますよね、しっかりね。いや、すごいいいお話聞かせていただきました、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。なんでこの足裏に着目されたのかっていう、うんうん、そこまでなんか知りたいなって、うん、もともと僕はあのリハビリの仕事に、まあ、携わっていることもあったんですけど、そうだったんですね、ことがありました。で、僕が最初に勤めてたのっていうのは、うん、まあ、いわゆる終末期と言われる病院だったんです、はいはい、なんかあの、まあ、亡くなる方がやっぱり多かった、うん、ターミナルケア的な、そうです、そうです、ターミナルケアのところで勤めてて、はいはい、でそこで勤めてて、あの家に帰る人ってどんな感じの動きをするんだろうって思って、次回復期って言われる、はい、言われる病院に移って自宅に帰るためのリハビリをやってたんですね、うん、なるほど。ただそこからちょっと疑問が生まれて、はい、今から予防が大事だなと。予防、絶対予防が大事、予防大事です。っなってからよりはね、ならないようにね。そう、でも病院って、うん、なっから来る方がいらっしゃ、予防の人はね、いらっしゃらないです。確かに薬局もそうです。みんな病気の人しか来ないんで、予防して入院することはないですもんね。ないです。ないですもんね。だからなる前に、やっぱりそういった今から意識をつけていくことが大事。うん、それはちょっとあの病院だとできないなと思って、うん、僕はちょっと独立して、うん、いろいろさせていただいていくようになりました。うん、でそこでの一つの手段、まあ、健康のつながるための手段として僕は、うん、まあ靴と、はい、足、そしてインソールっていう手段を使ってるっていうことになります、うん、なんですけど、これ僕が考える健康、はい、まあ、予防のために何が必要かっていうものがあります、うんうんうん、一つがまず栄養ですよね。栄養ね、大事大事、食べるのは大好きです、大好きでしょ、大好きです、見ていただいたら分かるようにありがとうございます絶対必要なんですね。これがないと人間生きていけないですし、うん、そうですね、それこそやっぱ体を作るのは、うん、水とか食事とかっていうのが絶対いりますから、うん、でそういったものがまず必要ですね、うん、じゃあそれを、いや、生かすためには筋力、筋力ね、とか機能っていう風な形ですけど、うん、筋力とか関節の可動域、うん、そういったものがやっぱりしっかりしてないと動けない、うん、ね、よくゆうみさんもそれを言いますよね、はい、その機能の申し上げております、はい、提唱させていただいております。あと機能って他にも言い方あるんですよね、認知機能とか、あ、 そうね、そういう言い方ありますし、あとバランス機能とかっていうのもありますよね、あります、そういったものを含めてやっぱ身体的に関わってくるところがやっぱりないと動けませんよって、うん、ただ
じゃ動けるものは持ってる、うん、でも心動かないと人間って動かないじゃないですか。確かにそこ大事、パッションで生きてるから。そうね、メンタル大事ですね。私結構、うん、やっぱりね、あのみたいにすごい笑顔で、はい、やっぱりこうやって生き生き、うん、やっぱり、うん、ね、こうやって活動されてる方っていうのはやっぱりすごい。そう、ゆうみさんはどっちかって言ったら多分機能の方を結構重視されてるじゃないですか、うん、そうですね、私はメンタルの部分の方を結構とか、はい、メンタルとか食やっぱ、うん、興味ありますね、うん、でゆうみさんとかっていうのもやっぱりそうやって体っていうのはだから心が動かないと人間は動かませんよって、うん、確かにゆうみさん言ってた。で環境が最後あと必要だと思うんです。生かせる環境をじゃあその足でいけるかって、ね、うんうん、だからここ僕は僕で言うとう、まあこういう今撮影させていただいている環境がないと僕はいないし、ただじゃあなんでここに僕がいるかっていうのはやっぱり人のコミュニティ、人的な環境っていうのがここの大きく分けて2つ必要だなって思って、僕は多分早乙女里奈さんと知り合ってないとこういうことは多分呼ばれてないし、うんうんうん、やっぱりご縁ってありますから、これは人的で、ゆみさんとこうやって楽しくお話できてるのもやっぱこのご縁っていう形ですから、これをしっかり整えていく、この4つを整えていくことでしっかり人間らしい生活っていうのを長く続ける予防ができるんじゃないかなと思っております。ここで一つ質問をさせていただきます。りなちゃん、健康寿命知ってます、うん、はい、聞いたことあります？健康寿命聞いたことある、聞いたことある。平均寿命はある、うん、平均寿命も聞いたことあります。健康寿命とは人が健康で生きていけるための寿命ってこと？当たりです。寿命っていうのはちょっと違うけど、うん、まあ、解釈病気とかならないでってこと？そう元気でってことですか？そうですそうです、うんうん、まあ、介護がそれも寿命あるんですか？そうです、あります、介護が必要じゃないような状況、要は自分の一人の力だけで動けるような期間っていうのが健康寿命っていうふうに言われてます。で、この平均寿命はテレビでよく出てるでしょ。今例えば女性だと今90ぐらいになってる。いや、そうですね、90ぐらいは言ってるかもしれない。男性だとなんか70とか。いや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 、日本は世界で2ぐらいに今多分なってると思うので80。そうです、80は超えてますね、はい、世界で長寿国なんで日本は。で健康、健康寿命はいくつかってことですね。そうです。健康寿命70ぐらいじゃないかな。70ぐらいです。ぐらいになります。当たり？ほぼほぼ当たりです。でも王じゃないですからね、これ正直言うと。ごめんなさい。王じゃないっていうか、だっけさっきあの男性で80歳で、うん、が平均寿命、うん、じゃ健康寿命は70ってことは10年、うん、10年、ね、10年自分の力では、誰かがいないと動けない。怖いですね。怖いですよね。女性はさらにさっき90近いでしょ、うん、でも健康寿命って70代なんです。ってことは20年間ぐらいは何かしらの病気を抱えてとかってことですか？ですね、まあ、そうですね。なんかそれはきついね。まあ、女性の方が長生きの傾向があるので、うん、まあ、昔平成28年のデータだったら12年約それぐらいは、それぐらいが誰か付き添わないといけないとか、寝たきりとか介護が必要な期間。だから薬局に来る方でも結構ね、だんだん弱まっていくと、最初は杖つきながらも歩いてくるのよ。でそのうちに車椅子になる。で最初は一人で車椅子。そっか。そのうち誰かが車椅子を押してくるのよ。ゆうみちゃん、そうですよ。そうなんですよ。確実にそれはね、薬局で見てて、あの人だんだん弱ってきたねとか。でそれで腎臓の透析とか始まっちゃうと、露骨にね、なんかもう若い方でもひょろろってなっちゃうから、やっぱり内臓はね大事だなって、まあ、薬剤師目線なんだけどね、今日は、まあ、足目線でいろいろと教えていただけたらなと思うんですけど、はい、うん、でこういった健康寿命の話があるんですけど、うん、これ一番減らす原因って何だと思いますか？減らす健康寿命を、あ、要は12年から健康寿命を短くしちゃって、短くすることって介護期間が長くなる原因ってことですよね。根本的な原因、これ何だと思いますか？りなちゃん、食生活、食に結構、まあね、食はでも確かにで、やっぱり食なんだねって、全てやっぱり食なんだね、うん、まあ、食はでも間違ってないです。間違ってはいないですね、うん、先生、まあ、先生、すいません先生って呼んでいただいて、やっぱりよくあるのはあの足腰が弱って動けなくなるっていうのは、フレイルとかね、そうか、うん、そうそうそう、さっき杖ついてとかもそうですよね。さすが、さすがです、当たりです、すごい、サルコペニアとかフレイルとかもう薬局でも、はい、テーマです。出ます。で日本における健康の最大の脅威は腰痛っていうふうにもう出てます。でこれ2013年に発表されたワシントン大学
とあと東京大学などの共同プロジェクトで、もう実際に文献として発表されているような内容なんですよね、うんうんうん、日本における最大健康の最大の脅威は腰痛であるってことがもう明らかにされたっていうことがあります、うん、皆さん腰痛あります？あります。おかげさまでそんなにない。さすがですありがとうございます。ちなみに僕もあんまりないです。さすがです。僕もない。ありがとうございます。仲良くしましょう。ありがとうございます。います。自信満々に。あります。ありますね。あるんですけど、はい、やっぱり、はい、でも日本の男性も女性も10人に1人が腰痛持ちって多いですよね。もう薬局も湿布だらけですよ。どこで貼りますか？腰。どこに貼りますか？腰。みんな腰腰言ってます。はい。大体腰か肩ですよね。そう。腰肩膝。さっき言ってたゆうみさんのその機能、うん、筋肉の部分とかが、はい、結局その。じゃあね、以前もちょっとゆみさんとお話させていただいたんですけど、やっぱトレーニングしようと思っても続かないから、そうなんだよ。その何か例えばじゃあ夏になってね、プールに入りましたとか何しましたって使わないとこが多すぎてもう次の日全部筋肉痛、全身筋肉痛笑っちゃうな。それは怖いですけど本当にありますからね。はい、年齢関係ないので本当にあります。こんな若い子でもそうなります。怖いわ。怖い。そうそう、階段使いましょうね。階段使いましょう。エレベーター探すのやめます。はい、介護が必要になった原因っていうものが、はい、実際にデータであるんですけども、うん、まず関節疾患が 10% ぐらいですね、約。うん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 、で骨折転倒っていうのが、まあ、12.5% ぐらい、うん、これ含めても全部で 23.3% ぐらいが運動機の機能低下に関連してる、うん、っていうふうに、これが一番実は締めてますね。締めてる 数としては多いですよ ね、 そうですね。他のものはだいたい十何パーセントですけど、うん、これは二十何パーセントですもんね。倍ぐらい。4分の1以上はもうこれほぼほぼ筋力とか関節系のものが原因。なるほど。機能が低下しているということによって介護が必要になるということですね。っていう状況ですね。っていうのはやっぱりその、 あのインソールだったりとかそういった足をこう丈夫にしていくっていうことでこういった介護の数をあのパーセンテージを低くしていくとかっていうのもありますね。あるんですね。介護とかっていうところで僕が一番大事なのはやっぱ健康寿命をいかに延伸させていくか、そうですね、っていうことがすごく大事と思うんですよね。だからさっきほらあの腰痛のことをおっしゃったじゃないですか、はい、そうすると結構の薬局にいると、うん、介護してる人も、うん、されてる人も、うん、腰痛になってる方います、います。そうそう、介護してるとやっぱり重たい体をこう動かしていくから、うん、してらっしゃる方も腰痛があってっていう風に、うん、なんかその老老介護的な感じとかにもなるから、うん、やっぱりそういう意味でね、うん、今、はあ、山本さんがおっしゃってらっしゃるようなアプローチっていうのは、あ、私今度薬局で、はい、ちょっとあのそういう目線でちょっと患者さん見てみたいと思います。ありがとうございます。いやいや、今までそんなこと、うん、そんなことって言って失礼です。考えてみたかったんで、うん、なるほど ね、 ですね。で孤独死の、ね、孤独死っていうところもこれ関係してる、うんうんうん、で孤独死で亡くなる方っていうのは、だいたい窓際、はい、それかドアの前に頭を向けて倒れて亡くなって発見されている方が多いです。これなんでだと思う？なんかパッとなんかその明るい方にこうなんていうんですか、こう向いて、助けを呼ぼうとして力尽きているのかなっていうイメージはするんですけど、私も助けてみたいなイメージ、声は出ますもんね、うん、なんかそうなのかなって。そうなんです。そうなんです。そうでしたか。ほっとしました。ありがとうございます。よかったです。その助けを呼びたくても、うん、呼べない状況、うんうんうん、これってでも腰とか痛かったら、うん、動けなかったりしますもんね。足悪かったりとか、ね、で張って、うんうん、そっか。でも張っても結局それも切っていかないと絶対私、ね、お北前進とかできないです体幹弱い。体幹弱い。体幹弱い娘。弱い娘。イメージ的にね。こういうのっていうのは今からその独居老人とか高齢化が進んでいく中で、こういった問題ってどんどん増えてくると思う。増えていきますよね。増えていくね。ましてやその何ですか、骨粗鬆症のような形でね、骨自体が脆くなっちゃってる方がいらっしゃるわけだから、骨が脆くなっても痛みって出てくるので出てくるんですよ。はい。はい、骨が弱くなるっていうのは、うん、そもそもなんで骨が弱くなるんですか？
骨っていうのは、うん、あの割と丈夫で硬いものっていうイメージが皆さんあるんですけど、うん、あれはあの骨芽細胞っていう骨を作っていく細胞と破骨細胞っていう骨を壊す細胞の2つのバランスで骨っていうの成り立ってるんですよね、うん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 、でそのバランスが崩れて例えば骨芽細胞が弱くなっちゃうと骨が作られないから弱くなるじゃない、うん、あと骨芽細胞破骨細胞が強くなってもダメなんですよ。だから作られつつ壊されつつっていうそのバランスが大事なのね。そのバランスが崩れちゃうとあの骨が脆くなっちゃうんですよ。だから作るだけじゃダメなの。そのバランスをいかに大事、古いものは壊して新しいものに変えていくっていうことをしないと骨って丈夫な状態がどんどん弱くなっていく。そうそうそう、どん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 骨を丈夫にするにはカルシウムだけとかって言うけど牛乳なんかいい、そうそうそう、ちょっと違うんですよねそう壊すことも大事だから。人間の体って重力の負荷がないと鍛えられないっていうのが、はい、筋力もそう、骨もそうですよ、骨もそうです、うん、骨もそう、すごい、そうだからカルシウムだけじゃない、カルシウムじゃなくないですから筋肉を飲めばいいものではないみたいです、ね、そうだもんねって筋肉を飲めばいい、取り留めのない会話になってしまって、はい、でも本当にそれ大事ですからね、うんうん、もう一つあります、うん、実は、腰痛とかいう慢性疾患が起こすものっていうのは経済損失にもつながる。うん、あ確かにそれそう、この視点がすごいですね。経済損失、うん、考えたこともなかった、うん、うんっていう、あ、まあ、これ実際に出てまして、腰痛などの痛みをもたらす疾患が労働生産性を大きく低下させてしまうことが、これ厚生労働省とかのやつで見ても多分出てるとは思うんですし、まあ、あのネットで調べていただいたらこういうものって結構出てきてます。痛みによって仕事がはかどらないことに経済損失っていうのは病欠よりも損失が多いというふうに言われてます、うん、じゃありなちゃん、ここでまた質問でございます、はいはい、痛みはだいたい1週間で時間の計算です、何時間ぐらいの損失を生むと思いますか、うん、痛みによってはかどらないことによって、うん、時間としてどれぐらい効率が落ちているか、1週間で何時間かってこと、そういうこと、1週間を計算して何時間、40時間ぐらい、いやそれは1週間ですけどまあでも、まあ、年間としてはでも本当それ以上なことは多分起きてるってことはあります、ね、1週間で大体1週間で大体 4.6 時間損失してる、これ残業代で考えたら恐ろしいですよ ね、 そうですよね、お金で換算したら、うん、それぐらい効率落ちてるんですよね日本人って、できないもんね、うん、痛みだけは、これ年間日本全体の年間で痛みによる経済損失って約3兆円ってことは、痛みがなければ3兆円の経済効果を生むことができる、そう、あ、そうなんだ、そうね、1人が例えば4点何時間って考えたとしても、うんうん、そうですよね、あ、確かに、企業における従業員の健康問題に関するコストの内訳っていうものがあります、うん、はい、でこれりなちゃん、うん、はい、あの病欠ってどれ全体ってどれぐらい何パーセントだと思う、20%20%もないんだよねない、だいたい全体でも 11% って言われてます、はあ、あのはかどらない損失、あ、実際にはこう目に見えてこないような、見えてないこないような効率が、作業効率が落ちてるとか、確かにね、あとミスしてね、ミスしてとかっていうところの損失が 64%、 おお、すごい、これが全体で、チリツモなイメージがありますね、チリツモなイメージですけど、でもなんで集中力がじゃあ上がらないか、でこれ男性は1位がさっき出てきた腰痛なんですよね、うん、腰の痛みっていう風な形です、女性は肩こり、はい、当たりです、先生さすがです、先生がそうだそうだそうだそうなんです、女性肩こりが1位なんですよ、意外とね、確かにそうかもしれない、ゆみさんもないから分かんないかもしれないですけど、ごめんなさい、めちゃくちゃあります、うん、なんで、まあ、腰痛とか肩こりっていうのは、うん、まあ、健康でもやっぱりさ、企業のことの経営対策考えるのでもそうですし、あと従業員の満足度、会社自体のいい環境を作るっていう意味でもやっぱり大事なところ、うん、なんで健康対策を考えるっていうことは、企業と会社としての生産性落ちない、うん、または向上するっていうところにも直結する、うん、ね、そういう評判があれば、そういった会社がホワイトね、なんですか、企業ということで他の新しい人たちが入ってくるときにもね、うん、あのそれが会社の風土っていうか、うん、やり方になってるから企業理念にもつながったりとか、うん、確かに、はい、じゃあそのために正直いろいろ方法はあります、うん、ただ僕は、靴と足の
専門家なので、聞きたい。次は、実演を交えながらちょっとやっていこうと思いますので、先生靴用意してください。ちなみに、はい、その靴が変わると腰痛も良くなっていくってことなんですかね。改善されていくっていうのはあると思います。やりたいこと、ね、やりたいことできないの嫌でしょ。嫌でしょ。やっぱりいつまでも元気でいきたいですよね、うん、歩くは毎日しますから ね、うん、ね、それをやっぱり維持するためにも一つの手段として靴、足、うん、しっかり見直していただければと思います、うん、はい、とても勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。